笑っちゃいけない、笑わなくて、笑顔もなくていいって言われて、どうしよう、どうしよう、今の自分とかニコニコ。はい、MV 撮影をしております。なんと新曲オーバーオーバーの新曲 MV を撮影しています。こちら V、MV、逆じゃない、V、こういうこっちか、じゃあ V、 なんで V、 M つければいいな。V、 MV、 MV 撮影です。嬉しいです。じゃあ今回 の見どころはどこですか。曲の見どころ、曲の見どころ、美咲リポーターにお伺いしたいと思います。曲の見どころはですね、今回サビがなんとソロということで、そうなんですか。そうなんです、はい、なので、はい、両手でね振りをするところがあるんですけど、さあ進もうか、逃げ出したはずの道を一人ですね、あの曲いただいた時から結構もう、なんだろう、アリスとかとも何か違うような新しい一歩じゃないけど、なんかなんだろう、応援歌ではありますよね。なんかこういう曲って挑戦するのは自分なんて言うんだろう、途中からじゃなくて最初から参加するの初めてで、いろいろ考えたんですけどうまく出せてるといいなって思います。大丈夫かな、誰も映ってないよどうしよう、面白いことができないよ。最近このくるんうまく巻けるようになったので、 MV でも調子乗ってクルーンしてみました。見てください。水瀬沙耶と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
車行きまーす。します。え、ダメダメ。起こし起こし韓国の女優さんでいるよね。あるね。いるよね。はい。スタート。じゃじゃじゃ。スイング。私のリボンが何個あるのか皆さん数えてみてください。リボンの数を。さあやちゃん、本日はかすみさんとステラの MV に一緒に出演してくださりありがとうございました。ありがとうございました。かわいい。ですよ。一択だよね。
じゃあ最後にこれにしますか。はい、決めた。じゃあ受験のメンバー頑張ってる花ちゃんに聞いてください。かすみ草とステラでオーバー。 OK。よーい、スタート。よーい、スタート。ありがとうございました。今回の MV の見どころは、私が一番注目だなって思うポイントは、一人一人にソロパートがあるところが一番注目ポイントだなって思ってます。なんかソロパートがあるので、リップシーンとかも一人一人撮ったんですけど、私は一番最初の歌い始めと途中のところがあるんですけど、なかなかやっぱりこういう、なんだろう、歌詞が割と感情を乗せるというか、アイドルっていうより感情っていうのを優先だったので、なかなか今までチャレンジしたことがない感じだったので難しくて、今でもああもっとできたなって思ったりするところはあるんですけど、でもその時の最大限を出せたかなって思ってます。一人一人のソロパート、リップシーン、 MV 全体もすごくストーリー性があるので、たくさん見てもらえたら嬉しいです。あの2期生は2回目ということで、あのサマロスの反省を生かして、あのそれまでちょっと勉強してきたんですけど、あのサマロスとは違って結構かっこいい表情だったり、なんだろう、結構笑顔よりもこう見せるって感じの MV だったので、なんかちょっと個人的には、あもうちょっとここできたなとかすごい反省点があったんですけど、でもあの本当にソロパートとかもあったりとかして、初めてこんなちゃんと自分のリップシーンがこう MV としてこう残せて、すごくなんかよりあの実感が湧いたというか、すごく、なんだろう、嬉しいなっていう気持ちでいっぱいです。なんかそのリップシーンとかもあって、オーバーって結構なんだろう、真剣な、なんか本当に背中を押す応援ソングみたいな感じなので、サマラスとはまた違った笑顔っていうよりは真剣な表情でのリップシーンだったんですけど、なんかそういう感情を表現するっていうのがすごく楽しかったです。メンバー一人一人の表情だったりとか、その感情を表現してるっていうのに注目してみてもらえたらいいかなって思います。曲もらった時から、あの歌詞、自分がいただいたパートの歌詞がすごい、なんだろう、自分が共感できる言葉だったから、もう気持ち乗せて MV もリップシーンとか撮るぞっていう気合い入れて撮ったので、すごい MV でそれが伝わってたらいいなっていう気持ちなのと、あと水瀬さあやさんが MV に参加していただいたんですけど、自分も舞台とか誰よりも高く飛べで演技初めて経験してから、水瀬さん本物の女優さんの
演技をこう近くで生で見た時に、なんだろう、これが女優さんかみたいな、すごい感動したので、すごいそういうところも勉強になったなと思う撮影でした。やっぱり MV とライブとでは全然多分みんなに届ける感情、届けるメッセージも、みんなが受け取るメッセージもなんか全然違う楽曲になりそうだなってすごく思っているので、なんか MV は MV ならではの姿を見てほしいし、ライブではライブでの姿を見てほしい、そんな楽曲だなってすごく思いました。やっぱりみんなのそばにいつでもいるよっていうメッセージだったり、いろんな、なんだろうな、自分と重ね合わせて聴いてほしいなって思います。なんか出来上がる前まではあんま想像できなくて、あんまりどういうつながりなのかっていうのが全然できなかったんですけど、なんか落ちサビ終わった後の雰囲気が今までのカステラにない雰囲気で、なんか暗い雰囲気の中で歌詞を伝えるっていうのがなかなかないから、なんか新鮮だなっていうふうに思ったし、見てもらいたいなって思うシーンかなって思います。また一味違った感じがしました。特にやっぱ女優さんをと一緒に撮影したっていうのも初めてだったし、女優さん、その水瀬さんを囲んで撮影したシーンと、あとその揺らめき、そのキラキラしてるのとか、そういうのもこう実際になんかキラキラしてる中で撮ったりとか、ワンシーンワンシーンにすごく重みがあるというか、濃いシーンになってるので、その一瞬しか映らないところでもすごい味のあるミュージックビデオになったんじゃないかなってすごい思います。すごい嬉しかったのが、 MV ってすごくその MV でその曲のなんか方向性、テーマがすごい決まるイメージで、なんかすごいそれを感じたのが今回で、こういう歌詞のテンション感、なんだろう、すごい等身大の泥臭さみたいなのがあるのが今回はすごい強かったし、新しいところだったから、すごいその印象が強かったから、応援ソングになるんだみたいなのがすごい MV で感じて、それが楽しかったです。なんかオーバー結構泥臭く応援ソングって感じ でなんかアイドルやってる上でいろんな人の支えとかになれたらいいなと思ってたけど、そのオーバーで実際にそのカステラのファンを皆さんが言ってくださって、なんか実際にすごいカステラが力になってるみたいな、でも具体的に表現されてる MV だから、なんか私もそれで実感が湧いたっていうか、あ、こんな風に力になれるんだなみたいなのをすごいなんかちゃんと形として見れた気がして、受験生だけじゃないけど、いろんな人に向けてこんな風に力になる存在にもっとなりたいなって思った MV でした。まずなんか私のパートがその一番のサビとラスサビで同じ歌詞だったので、なんだろう、感情の変化だったりとか、クライマックスに向けてどう気持ちを持っていくのかとか、すごくレコーディングの前段階、パート割りをいただいた時からすごくすごく考えてて、で実際現場に行ってみると、やっぱりドラマ性のある
作品になるなってすごく思ったし、実際に出来上がったものも本当に本当になんか思いが強いオーバーっていう曲になったので、なんか今までにないカステラの要素でもあるし、私自身もなんか初めて経験することがいっぱいだったから、 MV 撮影自体は2回目だけど、また初めましての私がすごくたくさん残った作品だなって思いました。今回のオーバーはやっぱりこうこれまでのカステラの曲とは違くて、11人一人一人の歌声だったり気持ちだったりとかがなんかより表面的に見えるような曲でもあったし、こう MV 撮っててもやっぱリプシーンとか光の陰影がすごく強いというかはっきりして見えるような照明の中だったんですけど、なんかこう心に秘めている思いと表に出す思いととか、なんかそういうものをなんか瞬きだったりとか、そういうものでなんか表現できたらいいなって思って頑張った記憶があります。すごく儚さと力強さが合わさってるような思いになっているなと見て、改めて見て思ったので、なんかこう大きなきっかけの背中を押されるだけじゃなくて、何気ない日常でもちょっとだけこう元気を出したくなった時とか、ちょっとやる気を出したいみたいな時にも届いたらいいなっていうふうに思いました。